イナオズです。今回紹介するのはレゴ忍者GOのコールのドラゴンメガチタンメカ71821です。袋は12でパーツは1055個、シールシートが1枚で説明書は4冊です。それでは組み立てていきます。
はい、完成です。ミニフィグはメカコールです。ミニフィグこの一体だけになってます。メカコールということでメカっぽい、パターンのねプリントがついてますよね。で、手に持ってるのはオレンジのクリアパーツの刀になってます。ゴールドの成型色の刀もうね、飽きたなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんで、個人的にはこれいい感じじゃないかなと思いました。で、片手、オレンジになってて、顔はこの顔ともう一つこの顔になってます。そしてドラゴンメガチタンメカです。いや、かっこいいですよね。それからむちゃくちゃ大きいです。いろんなものと比べるとこんな感じになりますね。いかがでしょうか。ミニフィグだけだとねちょっと伝わらないかなと思っていろいろ置いてみたんですけど、正直これでも微妙な感じですね。高さなんですが、ここに角があります。この角までで高さが約33センチで、もうね見切れちゃってるんですけど、一番高いところまでで高さ約46センチになってます。ということで、おそらく今までのレゴ忍者GOのメカの中では一番高さのある、メカになってるんじゃないかなと思いますね。もう存在感はバッチリです。ちなみにこの足一本だけでもむちゃくちゃ大きいんですよね。この圧力がねすごいですよね。太さしっかりありますし、パーツもかなりの数使ってます。で、このセット自体がこのメガチタンメカ以外の付属品はもうこのメカコールだけです。なのでもう最低限の、付属品としてね、ミニフィグ1体つけて、それ以外のパーツはもう全てこのメカに使ってやるというこの感じがね個人的にはすごくいいなと思います。ということで順番に見ていきましょう。まずは頭部分です。いやー、デザインがいいですね。このシャープでキリッとした感じすごくかっこいいなと思います。目といったらいいんでしょうかね、オレンジのクリアパーツを使ってます。ここも全体的な統一感出てていい感じじゃないかなと思いました。で、付け根に関してはボールジョイントということで、もうグリ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 動かせるようになってます。これもポージングいろいろできますんで、いい仕様じゃないかなと思いますね。で、頭の下にはコックピットがあります。中はこんな感じ、特に操縦桿とか、あとパネルパーツとかはついてません。ということで乗せてみました。立たせると、片手胴体部分が見えるようになってます。で、座らせるとこうなりますね。いかがでしょうか。もう頭しか、出てないような状態になってます。個人的にはこっちの方が、いいかなと思うんですけど、好みに応じて、使い分けられるのはいいんじゃないかなと思いました。で、そのコックピットのある胴体部分なんですけど、横から見るとこんな感じでかなり出っ張ってるんですよね。これは存在感ありますよね。珍しい部分じゃないかなと思います。どこかガンダムっぽさもあるかなと思いますんで、個人的にはいいなと思いますね。続いて腕部分です。肩周りの装飾がごついですよね。これね迫力あるなと思います。で、関節なんですがこんな感じ、カチカチタイプになってます。で、その下肘部分、この腕は肘でこうやってね動かせるんですよね。これ嬉しいですよね。で、それだけではありません。その下ここです。ここでもさらに動かせて、もう一つここです。ここの分割線、ここでも回せるようになってるんですよね。これはねすごいなと思いますね。この狭いところで関節が3箇所あって、それぞれ動かすことができるので、これもポージングすごくしやすいですよね。かなり珍しい仕様じゃないかなと思います。それから手首でも動かせますね。大きめボールジョイントなのでグリ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 動かすことができます。いいですよね。指は全部で4本です。それぞれ別々の動きをさせることができます。で、手のひらに出っ張りがあるので、ここに武器をつけることができますね。で、付属の武器としてはこの大きな刀がついてます。これ全長約40センチということで、むちゃくちゃ大きいですよね。おそらくこれもレゴ忍者GOのメカの中では最大の武器になってるんじゃないかなと思います。ミニフィグと比べるとこんな感じですね。もう迫力満点ですよね。ということで、持たせるとこんな風になります。いかがでしょう。大きいですよね。やっぱりこのメカ大きいので、もうぴったりの武器じゃないかなと思いますね。続いて腰回り見ていきましょう。ここにねくびれがありますよね。実はこのくびれ部分でカチカチカチとこれもね動かせるようになってます。ここに関節ついてるのはいいなと思いました。本当に横向きにできますからね。これはいい仕様じゃないかなと思います。で、その下の部分、装飾がいろいろついてますよね。パーツもたくさん使ってます。こだわりを感じることができていいなと思いますね。
続いて足部分見ていきましょう。付け根に関してはカチカチタイプになっているということで、こんな感じでね、動かすことができます。さらにここ太ももなんですが、ここに分割線があるんですよね。ここでこうやってね、回せるようになってます。これすごいですよね。かなり珍しいタイプだなと思います。でその下、膝ですね。さっき肘動かせましたけど、この膝も動かせるようになってます。これね、面白い作りなんですよね。ここのあのパーツがこの中をこうやってスライドしていくという、仕様になってます。これもね、珍しいなと思いました。なのでこれ足だけでもかなり動かせるんですよね。ここまで動かせる足多分今までなかったと思うんで、これはね、ほんとこだわりを感じることができる部分だなと思います。それと足の裏、滑り止めとして硬質のゴムパーツが6個ついてるんですけど、まあ一応これがね、ついてるだけマシなのはマシなんですけど、まあ滑るときは滑りますね。あとまあこれだけ大きなメカになってるので、重量も相当なんですよね。でぐーっと踏ん張ると、どうしてもこの内側にその重量がかかります。そうするとこんな感じでね、こっちの内側のパーツがポロ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 、取れるようなことが多いなという感じがします。あと背中についてるやつですね。これかっこいいですよね。ここの部分からこうやってね、動かすことができるようになってます。まあ翼みたいな感じなのかな、あのパッと見ゴッドガンダムみたいなね、感じでかっこいいなと思いますけど、それぞれのこのね、羽みたいなやつも角度変えることができるので、かなりねいい感じじゃないかなと思いました。それとこれ全体を外すこともできますんで、まあいらないなという人はこうやって外して、遊んでもいいんじゃないかなと思います。ちなみに外すとこんな風になりますね。まあかなりなんというかシンプルですよね。はい、いかがでしたでしょうか。存在感バッチリの巨大なメカになってますし、可動部がかなり多いメカだと思います。まあパーツが取れやすいのがたまに傷なんですけど、それを差し引いても十分満足できるセットになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は1055個です。以上、レゴ忍者号のコールのドラゴンメガチタンメカ71821を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。